習慣時間がやってまいりました。時刻は7時。今日英訳する作品はめ組の大吾消防士、主人公の大吾のセリフです。後輩の女の子が大吾のことを好きなんですね。でこういうことを言うわけです。先輩に助けられたいみたいな。でそれに対して真剣に大吾から一言言うんです。言っとくけど知り合いは一番後回しにするぜ、救助現場だ。はい、これを英訳してまいります。言っとくけど I say to you 知り合いは一番最後。 I on the rescue place I rescue my neighbor at the last って言ってみますか。それでは翻訳サイトのディープル先生に答えを聞いてみます。ドン、答えが出ました。 I'm telling you the people you know are the last people. ほー、なるほどね。 You want to see in a rescue situation. Rescue situation って言います。 The people you know are the last people. こういう言い方、People you know って知り合いっていう言い方なんですね。はい、では逆に僕が作った英文はどのように訳されるのでしょうか。入力してまいります。私はあなたに言う。固いね。救助の場所で私は最後に私の隣人を救出する。難しいね。知り合いってなんて言うんだろうね。ちょっとその辺も考えながら訳せるようになってきて